ちょっと待って、びっくりした今。え、チョズニー、チョズニーおるやん。チョズニーどうした、捨てられたんか。チョズニーおるやん、やば。え、チョズニーおった、びっくりした。これダンケでしょ、ダンケ、ダンケ。そろそろとどめ写真、あ、待って、みんなの手持ちキャラ見れるんだ。アリスさんここで、ジャックさんここで、ここ誰もいない、アルティメットさん、ハリーさんもう誰もいない。なんか結構もうどこの軍にも属してない人もいる。デインさん、ウルスパスさん、さん、エラリネコさん、シンさん、ユッキーさん、なるほどね。でこの辺に、あ、引き割りさんなんかここにいるんだ。で、ナマコさんとか、イチゴミルクさん。こっち面白いな。いや、散らばってんね、椎名家の戦力。あ、クマタンさん、そんなとこにいる。椎名さん。ああ、大ボスはあそこにおるのね。あそこまで行かんと椎名家は落とせないぜって。なるほどね。椎名家ラスボスだな。じゃあ、ダンケ攻めに行く？ダンケ攻めに行けるように、ちょっとここに兵力を集中させましょうか。行きましょう！むちゃん出陣。これ一番最初にさ、ゾノコさんとかと戦ったステージじゃない？船のとこやんね。あ、船じゃなさそうや。あ、船っぽそうやわ。いや、懐かしい。ということで、行きましょうか。癒し系まったりさん、むつき。今回初参戦のむつきさん、アクション、人狼、バカゲーまでワイワイするゲームならどこへでもひとっ飛びな彼女。その素早さで一気に戦場を駆け抜けていきます。武器は変形小刀、忍術も使いながら戦況をごちゃごちゃにします。以上、むつきさんの紹介でした。で、むっちゃんは分身ができます。1、2、3。おりゃおらおらおら、むっちゃんは強いです。早いです。そして、あ、武功奪おうというのか。なんだ、あ、シャモさんとヒロさんライバルな、マジ。どんなの使おうか。あ、おりゃおりゃおりゃ、1、2、3、4、5。おりゃ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 、まずはちょっとシャモさんの200人撃ってください。おらー、ひざまとるねー。でも、うっちゃメロディさんも来た。あ、ゾノコさんもいる。おりゃー、どっしゃい、オッケー。で、すぐむっちゃんに戻って、むっちゃんめっちゃ攻めてる。3、4、分身。3、4、5。おりゃー、強い。2、3、4。分身するとさ、普通に隙がなくなるんよね。おりゃ、あれ、ゾノコさんか。ちょ、ここでダメ押しの戦術、陰陽師投入。これで敵武将が動揺します。あ、ゾノコさん消えた。敵武将が動揺する前に消えちゃった。まあいいや。そうで、敵武将を倒しやすくなります。なにそれ、むっちゃん。1、2、3、4、5、6。ドドドドドド、すごいすごいすごい、ライディングデュエルじゃん。1、2、3、4、5、6、ライディングデュエル。アクセラレーション。ライディングデュエル出たな。え、むっちゃんめっちゃおもろい技持ってるよ。おりゃいいね。おりゃあれあれあれ、うわー、いいね。で、1、2、3、4、5、6、ライディングデュエル、アクセラレーション。よっしゃ、よいしょ。1、2、5、おりゃー、よいしょ。1、2、3、4、5、6、スムーズ、すごい。おりゃー、ライディングデュエル、これめっちゃ好きだな。じゃあ、殲滅力そんなないけどな。よっしゃ、1、2、3、4、5、6、ライディングデュエル、アクセラレーション。あ、オリックさんもいたの。オリックさん元気やな。
お、オリキさんもゾノコさんも捕まえた？もしかして。やばいやばい、急に仲間がどんどん増えていく。あ、まあまあ僕の仲間になってくるかどうかはまだわかんないですけどね。おりゃー、オッケー。さ、あとはダンエディさんだけじゃないか。ではダンエディさんも超必殺技でやったりましょうか。よっしゃ、いけ。はい、ライディングデュエル全然言える要素ない。あ、メロディさん燃えてなかった今。メロディさんとムッちゃんが追ってて繋いで仲良し状態になってますね。後ろでさ、ガクブルガクブルの人いなかった。あった、アバニさんが過労になった。あ、過労いっぱいいる、知らんかったわ。お、ほう、なかなかやるものだな。うん、さてお前の際、私に勝るものか劣るものか。おう、なるほど、うん、正論では納得できぬが、頭いい人同士の会話やん。私も負けない。おう、そう思ってくれ。かっこいい。月島ヒロと下さんの関係が深まりました。宿敵になるの、公敵手だ。あ、そうか、宿敵とは違う。宿敵は敵同士だもんね。公敵手か。よっしゃ、ダンエディ家1個取りました。やったぜ。まあ一応仲間にしとこうか。そしてさ、そう、ゾノコさん捕まえた。やった、で、オリキさんも捕まえた。やっためっちゃ人増えるやん、急に。撃の事態やねんけど。え、ゾノコさんとオリクさんって相性的に仲悪い。このね、名前の横にっこりマークとかがあると思うんですけどね、仲悪い人と一緒にしたらこう、あ、これめっちゃ仲良しやわ。めっちゃ仲良しなんかな。めっちゃ仲良しやわとかあんねんけど、見てこれオリクさんと仲悪いわ。ゾノコさん、チョスニーとは仲良しやわ。チョスニーにしとこうか。オリクさん、メロディーさんともなんか、オリクさんなんかみんなと仲悪い、もしかして。あ、バニさんと仲良しやん。バニさんでもなんか疲れ気味やな。あ、ヒロさんとめっちゃ仲いいんや。ヒロさんもでもちょっと疲れてんな。まあ、いっか。バニさんにしとくか。バニさんいっぱい経歴持ってるっぽいし。どうか攻めてきた。その下はさ、僕さ、ほら、エディットキャラ使えんとこやん。もう、大幅カットだわ。ジャックさんだ！ジャックさんがいる！行って！よっしゃ、行こう！滝川さん、ジャックさんを倒そう。あ、ジャックさん倒した。よし。一瞬やったな。ごめんな。なんや。なんか出た。なんかイベント出た。ほ？自分の経験上言わせてもらうが、お主は勘どころがいい。お、今後に期待するところ大である。なるほど、ご期待いただけるなんてすごい。バニさん、あれじゃない、あれに入るんじゃない。いつかにも参りましょう、四天王みたいな。よっと、アボガーとバニの関係が深まりました。お、中心すごいじゃん。入ってる入ってる。お、いけるし、あ、デイン家ともこれで直接つながるようになる。え、デイン家なんか分断されてる。ここデイン家でしょ、でここ敵に囲まれつつ、でもう一個デイン家領土があるの。あ、下の方にデイン家があるんだ。なるほどね。今総大将だけ分断されてんのね、デイン家。え、ていうことで、え、待って、ここ行ったらダン家のこことここも取れるじゃん。え、ダン家行くか。団結見ましょうか。ほんで、え、誰使おう。じゃあ、前回のシリーズの時に、全然最後の方まで出番がなかったオリクさん行きましょうか。で、オリクさん分からんけど、なんかヒロさんと仲良しなんですね。なるほど、なるほど。じゃあ。よし、じゃあこんな感じで行きましょうか。